上昇院は東京都港区に所在する浄土宗の寺院である。本院は修行商人により創建された。ただし、創建年は不詳である。また、創建当初は江戸の芝浦にあったとされ、増上寺が徳川家康により現在の場所に移設された時に寺院に列せられた山内寺院である。歴代住職は増上寺の宗務担当を命ぜられた。また、 非前半の宿坊であったという。本尊たる、和光三尊阿弥陀如来は、しわ浦の漁師が釣り中に引き上げた網の中に入っていたと伝わり、中行商人が、この和光三尊、阿弥陀如来像を上昇院に潜座させた。この本尊を安置している、本堂内人は、阿寒堂と呼ばれ、大正関東地震や、 第二次世界大戦の際の東京大空襲などの災害に遭遇しても消失することなく、現代に伝わる。このため、本院の本堂内陣は2001年11月20日、国の登録有形文化財に登録された。本院には、江戸歌舞伎の成田屋が、かつて母大寺とし、本院境内には七世異、市川團十郎が寄進したと伝わる長寿鉢も、現存する。 また初代から八代目までの市川段十郎代々の墓所が1934年まで混流されていた。旧世市川段十郎時代に市川宗家は新党に改修し、大正関東地震による本院の墓地整理の影響などもあって青山墓地に墓所を遷移した。ただし、その後もつながりが切れたわけではなく、成田野道代の十一代目市川海老蔵も、 先属用のためにたびたび訪れている。新州全行寺を頂点とする全国全行寺会に加盟。ありがとうございます。